教えてもらうっていう感じじゃないよね。英語で生活するっていうところがあるからね。日本語を普通に喋るような英会話と英語を聞けるし、その環境にいる状態になるので、もうちょっと気楽でいいんじゃないかなとは思うのね。使えたっていうその体験が次のやっぱりレッスンにつながったりとか、教えてもらうときに、そうだった、これ使ったとか教えてもらったっていうのが自信になりますよね。ある、あったと思う。多分きっと英語を使わなきゃいけないんだ、英語じゃなきゃいけないんだっていうところで、子供的にはちょっとストレス感じてるんじゃないかとお母さんたちは思うと思うのね。先生じゃないんですよ、このキャンプについてくれてる方が。年は上なんだけども、まあリーダーという先生ではなくて、一緒に行動してくれる良き理解者だったり良きアドバイザーだったりするんですよね。そこがやっぱり全然違うと思います。でもやっぱり誰に託すかっていう時に、ね、そうそう、海の向こうの人に託すと、日本語が分かるスタッフもいて、ね、何かあった時連絡もいただけて、一回熱が出たことがあって、親子が本当すぐ電話してもらって、いろいろ連絡もあって、迎えに行くまではないけどお医者さんも連れてってもらって、一緒に無事に送り届けてもらった時すごい安心しました。そういう一番大事なところ、怪我と病気とっていうところの、やっぱりちゃんと勉強されてるっていうのが安心ですよね。そう、なんか誇らしげにやっぱり、ね、すごいね、すごいやったよみたいな、やれたよとかね、一人でできたよみたいな。変な話、その地震の後に思ったことは、あ、こういうアウトドアを体験させておいてよかったって、こう、ね、自分が親が思ってるより子供は結構こう適応能力があるのが分かって、帰ってきた時のなんか一回りも二回りもこう大きくなった子供を、ね、そうそうそう、なんかちょっとこうふんわり焼けて、なんか自信に満ちた、たかだか6歳児ですよ。そうそうそう環境が良かったってことだよね。雰囲気が良かった、集まる子供たちと仲良くできたっていう、その時その年でないとできない体験っていうのがやっぱりあるから、本当にその、ね、小学生なりの年齢で行くっていうのは得難い経験じゃないか。楽しいに違いないもんね。私も行きたかったと思う、子供の時にあれがね、いやもうみたいなね、またなみたいなね、また夏会うぜみたいなね、そうそう、そんな仲良くなるんだみたいな、年関係なくね、女の子男の子関係なく、日本にいながらしてそのアメリカの本場のキャンプを体験できる場所は他にはないですよって。で、不安ならお友達とぜひ一緒に、参加してみてくださいってお伝えしますね。